じゃあ、こんにちは。レッドストーンガイシです。今日はですね、見てください。N2 コーヒーさんに来ております。こっちです。はい。まあ、なんで N2 コーヒーさんに来てるかと言いますと、なんと、ロブスタッシュですよ。お？ロブスタッシュのコーヒー 100% で提供するお店なんですよ。珍しいですね。めちゃめちゃ珍しい。やっぱりね、ロブスター大好きなんで、うんうん、まあ、僕はもうめちゃくちゃ興味あって今日は来させていただきました。なっちゃんです。なっちゃん。なっちゃん。もう友達になってるじゃん。もう友達になっちゃいました。なっちゃんって、もうなっちゃんって呼んでいくね、僕は今から。さすが高い。ベトナムのロブスタッシュを使ってるみたいで、トイさんっていう方がいてるんですよ、ベトナムの農園の。その方がこの前一緒にお店に来てくれてですね、なっちゃんと、はい、一緒に来てくれた時にちょっと話させてもらって、今日はそれをね、皆さんに、ね、届けていこうかなと思っております。はい、じゃあ早速行きましょうか。行っちゃいましょう。はい、お願いします。あ、カメラマン、トマさんです。もう毎度なんで映さないです。じゃあお願いします。お願いします。こちらが店主の中西夏美さんになります。お願いします。お願いします。お願いします。なんか YouTube もやってられるんですよね。あ、やってますけど、地味にやってるだけなんで。そんな、いや、僕見てましたよ。ベトナムの農園とかも行ってまして。そうなんです。ベトナムに何回か。 それで現地の様子とかめっちゃ撮られてますよね。撮ってます、撮ってます、はい、そう、そこで僕めっちゃ見てくださってる。そう、めっちゃ見てて、なんか向こうってベトナムのロブの 100% のエスプレッソとかも普通です。普通に出してるんですね。普通なんです。それが当たり前なんで。でもドリップなんですね。あ、ハンドドリップと、はい、最近はこのベトナムの抽出の道具を使って。なんていうんですかこれ。ピンですね。ピン、ピンっていうんですか。ピンっていうので、ちょっと今日じゃあこれで僕飲んでみたい。はい、わかりました。ちなみに2つあります。トイさんの豆、はい、これか。トイさん豆ですか。これ、これがワイニーナチュラルって言って、はい、いわゆる天気性発酵なんですけど、はいはいはい、タンクの中に入れて72時間発酵してて、はい、これはフルウォッシュですね、はい、でこれをハンドドリップしてて、ピンではこっちを使ってます。今日は両方飲んでください。飲めるんですか。あ、じゃあ両方いただいちゃおうかな。僕さっきちょっとだけ飲ませてもらったんですけど、入れ方でやってもらっていいですか。あ、わかりました。ベトナム式、ベトナム式って言うんですか。そうですね、ベトナム、そうですね、ベトナムコーヒーってやつですよね、いわゆる。はい、下を甘くしてって言われて。そうですね、そのいや、ね、コンデンスミルク、コンデンスミルクを入れて。これもベトナムなんですか。ベトナムのやつです。へえ。いや、これやばい、めっちゃ美味しかった。もうさっき感想言っちゃってるけど。この入れ方は僕、見たことないです。匂ってみます。あ、これがロブスターの浅煎り。ええ、めちゃくちゃええ匂いする。えそれが発酵してるやつです。フルーティーですね、やっぱり、うん、あ、これちょっと上で見せていただいていいですか。あ、もちろんです。これ見てください、コンデンスミルクを入れて、これ 20g コンデンスミルク 20g 入れて、これも 20g 20g 入れて直接。そうなんです。へ、面白い。で、平らにして、で、湯量は200。200。22。なるほど。めちゃくちゃ面白い。こんなコンデンスミルクも初めて見た。1000人映ってんもん。どこで買うんですか。ベトナムの食料品店とか、あるんですね。アマゾンにも売ってますよ。まあ、本当に。ベトナムが好きなんですか。好きになりましたね。あ、そのコーヒーをやり始めて。はいはいはい。で、トイさんとの出会いとかいうのは、何で出会ったんですか。うちの生豆も探してて、はい、ロブスターも探してたんですけど、はいはいはい、なんか結構ネガティブなことみんな言うじゃないですか。まあロブはそうですよね。でもなんか実はすごい
いいものを作ってる人がいるんだっていうのを知って、で、まあ、現地行きたいなってずっと思ってて、はい、で、それがやっと夢が叶ったみたいな、去年。本当。やっぱ現地訪問するとやっぱ変わりますか？あ、めっちゃ変わります。締めるんですね。これがブラシになるってことですか？そうです。抽出が4分ぐらいかかるんで、ぬるくなるんで、蓋閉めて。あ、なるほど。ここの店は、なんか前昔もやってはったんですよね。あ、やってました。ずっとやってました。ずっとやってたんですか？ 2 年半ぐらい。で、最近リノベーションをやって、で、ドリンクが出せるようになりました。ああ、じゃあそれまで焙煎メインでやってた。あ、そうです、そうです。で、なんかさっき聞いたんですけど、今は焙煎機がちょっとないらしいんですけど、もうちょっとしたらベトナムの焙煎機が。あ、そうなんです。OPP っていう、OPP っていう。OPP っていう焙煎機が入るみたいなんですよ。ただ、今日はそれね、ちょっと見ることができなくて、まだ来てないそうなんで、それもちょっと気になりますよね。何キロ焙煎機なんですか？いろいろあるんですけど、本当は3キロが欲しかったんですけど、はい、お金足りひんくて、1キロとりあえず買いました。1キロ、はい、やっぱそこもやっぱベトナムにこだわるってことですか？その、ベトナムってロブ一番焼いてる国なんで、確かに。で、その生産国で一番使われてる焙煎機って OPP なんですよ。で、日本ではそのロブ焼く人いないんで。はい。だから僕はロブは使った、絶対エスプレッソで入れる派なんです。うん、なっちゃんはドリップでこうやってやっちゃうっていう。エスプレッソはね、やりたいんですけど、はい、奥が深そうなんで、あ、手はつけれないんですね。いや、そんなことないかな。そんなことないっすよ。むしろなんかもっと、100% でも結局お砂糖入れて飲んじゃうと似たような味にはなると思う、うん、あ、はいはい、なので僕はデザート感覚で楽しんでもらえるようなもんやと思ってずっと提供はしてるんで。そうですよね、はい、一度行かせてもらいましたけど。そうっす、私あれ砂糖入れるって知らなくて。あ、はいはいはい、砂糖入れる。そうっす、砂糖入れないともうイタリアの文化何も知らんって言ったんで。いやいや、流行らせてもらって全然いいと思いますよ。あ、見てください。あ、すごい層がコンデンスミルクと。ベトナムでは流行ってるんですか、これは。主流ですね。まあ、日本でいうハリオみたいな感じなんですかね。スイッチみたいな。しかも、これめちゃめちゃ軽いんですよ。めっちゃ持ってます、ね。アルミなんです。めっちゃ軽いっす。うわ、もよ。めちゃくちゃ軽いんですよ。販売する予定は。一応、買えるようにはしてるんですけど、まだ広告が出せてないだけで。あ、なるほど。いや、これいいっすね。欲しいもん。これの話しました。めちゃくちゃいいじゃないですか、これだって。こういうのあるの知らんかったんで。で、蓋がこの受けになるんですよ。蓋が受けになると。混ぜて。あ、めちゃめちゃ色変わる。すごい。美味しそう。これ絶対美味しいやつですよ。逆に言うと、ロブのあの風味とめっちゃ合う入れ方したんです。ああ、確かに。うん。ですよね。そうですね。ロブと合いますね。なんか、いわゆる今時のそのスペシャリティとかでやっちゃうと喧嘩しそうな感じの甘さ。うん。ボディがあるんで、はい。どうぞ。あ、いいですか。いただきます。じゃあちょっと、いいですか。サルサルサルいただきます。うまいわ、これは。うまいですね。これはうまいわ。これ流行るて。めっちゃうまいやん。これ、うまえ、これマジでみんな飲んでほしいっすね。うまいわ。でも、抽出に時間がかかるんで。あ、そうか。4分から5分かかるんで。ちょっと待ってもらう感じには。こっそりやってます。こっそり、こっそりやってるんで、皆さんこっそり来てください。みんなでいっぱいバーって来たら4分かかっちゃうんでね、こっそりでお願いしますよ。なんか、喧嘩してないですよね。両方とものこの良さが出てる感じの味わいになってます。うますぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これもちょっと僕気になるんですよ。フラファンを今、やってるそうなんですよ。それ、ダックノンショーっていうまた別の今日本に入ってきてるトイさんの豆とはまた別の場所で開園した、はい、ロブスター有機農園なんですけど、まあ、収入がないんで、まあ、こういった形で私はもうほぼボランティアでやってるんですけど。そうなんです。これクラファンをその、まあ、やったとしたら
5年後に豆が届くんですね。5年後に豆が届きます。スパン的に言ったら豆って5年ぐらい周期で豆できたりするんです。まあ多分3年目4年目で取れるんですけど、はい、国際市場には出せなくて、で5年目からは品質のいいロブができるので、でそれをまあ日本に届けます。そういう今プロジェクトもこれクラファンでやってるみたいな概要欄載せてぜひ皆さんこれ確認して、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いと思います。詰まってるよこの店、ベトナムの良さが詰まってるよ。ハンドドリップ入れますね。あ、ありがとうございます。これ今ドリップ、ただこのドリップ 100% でロブを出すお店もめっちゃ珍しいと思います。そうなんですかね。そうですよね、珍しいと思いますよ。いいですね。ドリップはやっぱトモヤさんの方が分かると思うので、美味しい入れ方作ってください。レシピレシピレシピ塾長式レシピを。ロブって出にくいんですよ、めっちゃ出にくい。ロブは、はい、あの液体にめっちゃ出にくいんですよ。味が出にくいんで、カッピングとかも全然あの量が違うんですよ、そのグラムに対して入れる油量が。なんでだからあれですよね、もう芸者ばっかり触ってる場合じゃないってことかもしれないですよ。これはロブの入れ方教えてって言われたら分かんないですね。ロブは本当未知数なんで、間違いないです。これは20使って、はい、50を4回入れて、で最後30です。なんで結構濃いイメージなんですけど、それぞれ豆によって入れ方変えていかないとダメですもんね。僕は逆に言うとドリップ全然わからないんで、入れないですね。入れないです。全部一緒の入れ方でいいと思ってる派なんで、そうじゃないと。っていうかもう今の話だともうそうやってあかんっすもんね。絶対ね。ドリップが出来上がったそうなんで、あでもレシピ本当に考えてほしいです。それはね、あのね、僕じゃなくてね、トモヤさんですわ、やっぱりそこは。でも新しいあれになるじゃないですか、ネタにはロブの入れ方しかも 100% で。ロブの味わいって結構言われるのが麦茶とかじゃないですか。あ、そうですね。なんかでもトイさんのこのドリップってめっちゃ麦茶感ってわけじゃないですよね。なんかあんことか、いいっすね。せんべいとか、いただきます。ああ、浅いんですよね、うちの。おいしい、うん、醤油せんべいみたいな。焼き方によってはもっとチョコっぽいのが出てきます。ポン菓子。ああ、うん、うま。確かに香ばしい感じは出てますね。これ好きやわ。え、これうまいっすね。これっすね、フルウォッシュ。あ、これウォッシュドなんですね。中は確かに浅くて、割と浅くて、側は焼けにくいんで、はい、側が焼けてても中に火が入らないんですよ。めっちゃわかりますわ。あ、共通である。ロブ焼いてると、あのめなんか二ハゼのハゼる音もめっちゃ聞こえにくいですか。もう一ハゼないんで。ですよね。はい、結構難しい。だから新しくもう焼こうと思っても最初苦戦するとは思いますね。で、そう聞こえないから。急にめっちゃ火ボーンって入ったりするんですよ。ね、ね、ありますよね。で、そういうところが何めっちゃわかる。いやでもほんまに美味しいですわ。ね、ロブも焙煎まだまだ研究中なんで。はい。いや僕もでもほんまドリップ用の焼き方とじゃなくほんまにエスプレッソの焼き方にしてるんで、うん、もっと油出てますわ。あ、そうなんですか。もうちょい出てるんで。でもそれが普通ですよね、イタリアは。まあ、まあ、確かにそれが普通なんですけど。でもいやほんまね、僕ね全然ドリップ分かれへんねんけど、あのロブは美味しいから分かるねん。いつも僕だけでばっかりやるけど、なんかちょっと真剣ですね。それはそれはもうロブを広めたいから。確かに。他なんかこっちとかもなんか可愛らしいドリップパックとかもいっぱい置いてるんですよ。めっちゃ可愛いないですか。これは中身はベトナムのやっぱりロブです。ロブ 100% です。これもロブ 100% です。あ、ちょっと、トマちゃん、はいはい、これ、ちょっとロブ 100% のラテベースらしいです。あ、飲みます。いいかも。ここに来たら、ロブを飲んでいただきたい。本当にそう。あ、これがロブの
ロブ 100% のラテベースって初めて聞いたかも。確かに。そうですか。初めてですね、聞いたのは。これもやっぱトイさんのやつですよね。トイさんのやつ。トイさんの顔、あれっす。麻袋トイさんです。トイさんの麻袋がある。もう出来上がりました。どうぞ。いただきます。サルー。わあ。いい。これグビグビいけるやつ。なんかきなこっぽくないですか。きなこ。うん、きなこっぽい確かに。あのみたらし、みたらし団子みたいな。これしかも甘くしたらもっと絶対美味しくなりますね、この感じね。砂糖の量って面白いでしょ、はい、やりましょう、抽出。ちょっと興味湧いてきましたね。でしょ、面白い。これがラテベースです。あ、これラテベースの、これが今クラファンやってる、私が iPhone で撮った。あ、はい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 、これについてきます。これいただいていいですか。あ、もちろんです。いや、喜んでいただけて嬉しいです。ちょマジで面白いです。ベトナム行きましょうよ、ほんまに。ほんまに行きます。誘ってはないですか。あ、誘ってない。行ってきてあ、行ってきてってことか。僕ほんまに行きたいと思ってて、やっぱり現地の話とかもやっぱ聞きたいと思ってるんで、行きたいな。いや、すいません、いろいろありがとうございます。いや、こういう感じでほんまにロブに特化した N2 コーヒーさんあるんで、ぜひ皆さん来てもらったらいいと思います。で、このフラファンあるんで、これが今月で11月で終わりになります。なのでこれもあるんで、ぜひチェックしてもらって、面白いと思います。はい、という感じで皆さん N2 コーヒーさん、なっちゃんにぜひベトナムのロブでコーヒー抽出してもらってください。ありがとうございます。ありがとうございました。色はそちらで決めてください。これでマジでなんかいろいろレシピ考えましょうよ、じゃあ。はい、ちょっとやってみましょう。やった、おべんさんとこで作りましょうよ。あ、一緒にやりましょう、やりましょう、はい、やった、ありがとうございます。嬉しい。あ、コンデンスミルクね、あれ買ったやつは。あ、1個いります。あ、いいよ、もうほんまにもうやめてほしいな。これでそれもそれでもらってお前、何でももらうやつみたいな。